ムスチスラフ・フセボロドビチ・ケルディッシュは、ソビエト連邦の数学者で、宇宙開発や、計算機科学をはじめとするソ連科学の発展に、重要な役割を果たした指導者として知られる。ケルディッシュは、モスクワ大学物理数学部を卒業し、中央航空流体力学研究所ソビエト、連邦科学アカデミー数学研究所、モスクワ大学などで様々な研究を行った。その後、 宇宙高校の首席理論家として、ソビエト連邦の宇宙開発における科学技術の発展に多大な貢献を果たした。ソビエト連邦科学アカデミー応用数学研究所の創設者で修正その所長を務めた。1961年から1975年まで14年間、ソビエト連邦科学アカデミーの総裁職にあり、全般的なソ連科学の発展に尽力。 生涯で3度、社会主義労働英雄を授与されている。ケルディッシュは、1911年1月28日に、当時は、ロシア帝国領だったリガで、父、フセボロド、ミハイロビチ、母マリア・アレクサンドロブナの間に7人兄弟の5番目として生まれた。父方の祖父はグニー、母方の祖父はホウヘ兵であったが、いずれも軍の養殖にあり、ゆえに、ケルディッシュ家は、 ロシア帝国で貴族階級に属していた。ケルディシュはその羊に誇りを持ち、書類等にも貴族出身であることを隠さず記していたという。フセボロドは土木工学者で理学工科大学で兼任教授を務めており、後にソ連建設、建築アカデミーで副総裁にまでなった人物。マリアは子供たちの養育に専念し、ケルディシュの兄弟は皆、 マリアから初等教育を受け、ドイツ語やフランス語、音楽の素養を身につけた。ケルディジュの7歳上の姉・リュドミラは、集合論などで業績を上げた数学者、4歳上の兄・ユーリーは、音楽学者、8歳下の妹・ベラは、航空力学に、才のある科学者となっている。リュドミラの子供たちにも優秀な科学者がおり、リュドミラの長男は、 フランツ・ケルディッシュ効果の発見などで知られる物理学者、レオニード・ケルディッシュ。三男はフィールズ賞受賞者のセルゲイ・ノビコフである。ケルディッシュが生まれた当時、一家は父が教鞭を取る大学のあるリガで暮らしていた。1915年、ドイツ軍がラトビアに侵攻してきたため、ケルディッシュ家も疎開し、モスクワへ移り住んだ。その際父は大学教授の職を失い、モスクワには、 つてもなかったため、一家の生活は苦しかった。食料にこと書き、食卓に揚げ玉ねぎしか乗らなかったこともあったという。1919年に、父が、開学間もないイバノボボズネセンスク工科大学の教員となり、一家もイバノボボズネセンスクに移って、ようやく生活が安定した。ケルディッシュは、イバノボボズネセンスク時代から学校に通い始めた。 1923年に一家がモスクワへ戻ると、第7学校で中等教育を受けた。この頃から、ケルディッシュは、父と同じ道を志すようになった。父は、大学で土木工学を教える一方で、建設現場での設計、監督にも携わっており、モスクワ地下鉄やモスクワ運河などの建設を手掛けた。大学を離れて、現場を飛び回ることもあった父に従って、 ケルディシュも夏休みになると建設現場を訪ねては、雑用係として働き、学校でも建築を専攻した。1927年、中東教育学校を卒業したケルディシュは、土木工学者を目指して父も教鞭をとっていた、モスクワ高等技術学校を志望したが、叶わなかった。ケルディシュの入学が認められなかったのは、 当時まだ16歳で年齢が不足していたためだと言われるが、ケルディッシュの出自が貴族階級であることがうんじられたという説もある。死亡校を諦めざるを得なかったケルディッシュは、モスクワ大学で数学を学んだ姉、デュドミラの勧めで、モスクワ大学物理数学部に入学した。モスクワ大学で、ケルディッシュは、後に共同研究者であり、生涯の友人となるミハイル・ラブレンチェフトであった。 1931年、モスクワ大学を卒業したケルディッシュは、ラブレンチェフの勧めで、中央航空流体力学研究所に職を得た。モスクワ大学でケルディッシュの才能を知っていた、ニコライ・ルージンなどは、ケルディッシュが純粋数学に専念せず、応用分野に傾注することを嘆いていたという。当時、ザギーでは、所長のセルゲイ・チャプルインが主催し、研究所の気鋭の科学者、 技術者が集まるセミナーが定期的に開かれており、ケルディッシュもそれに参加した。ケルディッシュは深い洞察力と頭の回転の速さですぐに頭角を表した。ザギーには手本となる科学者が大勢身近にいたが、特にチャップルイギンは世話役としての能力に長け、ケルディッシュのご反省における優れた手本となった。ザギーでの最初の数年、ケルディッシュは 航空力学、流体力学、複素解析、ポテンシャル論、微分方程式論などの基礎研究に打ち込み、多数の論文を発表した。1930年代後半になると、ケルディッシュは、航空機でその頃新たに問題となっていた、危険な現象である、フラッタ現象の研究に集中して取り組んだ。フラッタ現象は、航空機の飛行速度が臨界を超えると、 翼に振幅が増大し続ける振動が発生する現象で翼が破壊され大事故になる恐れがある。その当時の空気力学の理論では振動している有限長の翼に作用する力を正確に決定しその方程式を解くことはできなかった。これに対しケルディシュラは問題を定式化できるように単純化するための最適な近似方法を見出しさらに既存の演算能力で 数値解析を実行してその解を得られる計算手法を編み出した。この結果に基づいて構築した模型により、風洞実験でフラッタ現象が再現され、フラッタを抑制する単純かつ信頼性の高い方法を確立する基礎となった。この一連の成果によって、ソ連ではフラッタが原因の事故で喪失した航空機の数が同時期のドイツより一桁少なかったとも言われる。 ケルディッシュはフラッタ問題克服の功績により1942年にスターリン賞を受賞している。フラッタ問題の研究をまとめた後、ケルディッシュはザギーでその成果を生かし、ザギーが開発製造する様々な製品の振動問題の試験、対策に当たった。そしてフラッタとは別の航空機の深刻な振動問題、シミー現象に取り組んだ。シミーは 航空機の見和式着陸装置の前輪に生じる激しい首振り振動で、やはり航空機にとっては危険な現象である。シミーのデータを蓄積し、その特性を理解する試みは始まっていたが、シミーが発生する原理の理論化は難航していた。ケルディッシュは、転がるタイヤが安定性を失う、数学に裏付けられた物理的な仕組みの基礎的な理論の構築に成功し、 シミーの発生を防止する簡潔な方法の開発へ道筋をつけた。シミー現象解明の功績により、ケルディッシュは1946年に2度目のスターリン賞を受賞した。ザギーで航空力学上重要な研究に従事する一方で、ケルディッシュは1934年、科学アカデミー数学研究所に席を置き、博士課程の研究を行った。数学研究所では、 主に複素解析や微分方程式論を収め、1938年に理学博士号を取得した。この時に学んでいた関数近似理論はザギーでの仕事にも役立った。博士課程修了後も主にラブレンチェフと共同で数学の研究を続け、論文をいくつも発表している。ケルディシュの業績の主なものとしてはルンゲの定理として知られる。 多項式禁止の完全な結果を求め、後にメルゲリアンの定理によって一般化される足掛かりを作ったこと、ディリクレ問題の一般化された解を与えたことなどが挙げられる。数学研究所で行った研究の主題は純粋数学の領域に属するものだが、研究の動機は航空流体力学における仕事で得た発想によるものであった。また、博士号を得たケルディシュは、 1942年からモスクワ大学教授の職につき、大学、大学院での講義や学生の指導にも力を入れた。モスクワ大学の教授は1953年まで勤めた。ケルディッシュは1943年にソビエト連邦科学アカデミーの通信会員となり、1946年には35歳という若さで科学アカデミー生会員に選出された。 その年の12月には、ケルディシュは15年務めたザギーを離れ、航空工業省参加の第一研究所の所長に就任する。以後、ケルディシュの活動は、一研究者としての活動よりも、研究の世話役、組織の指導者としての活動に重心が移っていった。科学アカデミー数学研究所では、1944年に新設された力学部の部長に就任し、 1953年までそれを務めた。1953年、ケルディッシュは数学研究所に新たに応用数学部を創設し、その部長となった。応用数学部は1966年には数学研究所から独立して応用数学研究所となり、ケルディッシュがそのまま所長を務めた。また、1953年に、 ケルディッシュは科学アカデミー幹部会入りし、以後は科学アカデミー幹部としての活動がさらに目立つようになる。ケルディッシュは電子計算機が科学技術の進歩を加速させる、その重要性に気づいていた最初期の人間の一人とされ、ソ連における計算機科学発展の先導者であった。ケルディッシュ自身は直接計算機科学の研究を行っていないが、 数学研究所のケルディシュ自身が率いる部門で電子計算機の活用を推進し、計算機の重要な顧客として利用した評価を計算機開発に還元することで計算機科学の発展に大いに寄与した。ケルディシュらは電子計算機を使用して国家的に優先度の高い課題に対処する大型科学計画、例えば核兵器開発、ミサイル防衛、宇宙航行、 原子力開発などを強力に支援していた。ケルディッシュは計算機の運用に関する科学アカデミーの特別委員会で委員長を務め、1951年にソ連発の汎用電子計算機メスムを審査・採用を決定し、さらにビスムとストレラの開発を承認した。ストレラの1号機はケルディッシュが率いる数学研究所応用数学部に導入され、 各物理学の複雑な問題を処理する計算を実行した。その一部始終を見届けたケルディッシュは、電子計算機の重要性を高く評価したという。ケルディッシュは、電子計算機の開発拠点である、精密機械、計算技術研究所が科学アカデミーから、無線産業省へ移った後も、科学アカデミーの代表として委員会に参加し、 第3世代の電子計算機開発においては、IBM-360 の複製をもとにする計画を指示している。ケルディッシュは、早ければ、原子爆弾開発計画の初期から、ソ連の核兵器開発に関わっていたと見られる。ケルディッシュは、自身と指揮下の科学者集団の応用数学の能力を駆使して、原子爆弾の大気中での爆発結果の評価、 弾道ミサイルの飛行力学、弾道弾の熱防御、複雑な核反応過程にまつわる多様な現象を把握し、計算で再現するための物理的、数学的模型の構築など、核兵器の完成にとって重要な科学計画を支援する研究を多数行った。1950年代になるとケルディッシュは、熱核兵器の開発に携わる。科学アカデミー数学研究所の増員と、 ケルディッシュを部長とする応用数学部の設立が許可されたのも RDS-6 の開発に関する計算作業を強化する目的であった。科学アカデミーによる学術的な支援が大幅に強化され、数学者たちが熱核兵器の計算的、理論的基礎づけに大きく貢献した。ケルディッシュは熱核兵器開発の専門委員会にも加わった。 RDS-6 の後、真の水爆である RDS-37 の開発においては、電子計算機を使った計算的、理論的基礎付けの役割は、さらに大きく、ケルディシュらが指導する数学者たちの貢献は、特に重要なものとなっていた。RDS-37 の成功を受け、ケルディシュは、ソ連の国防上の課題に、特段の貢献があったとして、 1956年に社会主義労働英雄を授与され、1957年には霊人賞を受賞している。左から二人目がケルディシュ。中央は宇宙飛行士のワレンチナ・テルシコワ。1969年4月1日、アレクサンドル・ネベジン撮影。出展、RIA ・ノーボスチ1947年、兵器賞の主導で行われていたソ連のロケット開発に、 科学アカデミーも協力することが決定。ケルディッシュもロケット開発の中心だった第88研究所を訪れ、その活動に強い興味を持った。ケルディッシュが所長となった第一研究所は、かつて反動推進研究所であった頃にロケット研究を担っていたが、その後改名、改祖が相次ぎロケット開発から航空機エンジン開発へ転向していた。ケルディッシュは、 第一研究者のロケット研究を再建すべく広く人材を集め始めた。数学研究所で自身が率いる部門にも意欲的な若手研究者を集め、その集団は陰でケルディッシュ少年団と呼ばれていたまたケルディッシュは第88研究所の顧問となり、そこでセルゲイ・コロリョフと知り合う。ケルディッシュとコロリョフは協力体制を築き、コロリョフが設計部門、 ケルディシュが研究部門の指導者として二人三脚でソ連のロケット開発、宇宙開発を牽引していくことになる。第一研究所ではまず有力ロケット製作上の課題に取り組んだ。後にブーリャとして実用化される大陸間弾道弾のためにケルディシュは弾頭の熱防御、自動制御、弾道学、転速工法の問題を解決する研究の指揮をとり、 宇宙開発で重要となる技術開発の基礎を作った。大陸間弾道ミサイルの完成は、ラボチキン設計局やミャスイーシェフ設計局が中心となって成し遂げられたが、部局間の調整や取りまとめに果たしたケルディシュの役割も大きかったと言われる。1948年頃からは、科学アカデミー数学研究所でケルディシュが部長を務める力学部後には、 応用数学部、応用数学研究所で、ロケットや宇宙飛行の力学について、重要な計算を行う仕事に着手した。その初期の成果は、多段ロケットの適切な構成と使用の分析、決定として結実し、コロリョフの R-7 ロケットの最終的な構成の決定に役立った。衛星軌道からの弾道効果や、受動的な姿勢安定化機構の研究も行われ、 スプートニック計画やボストーク計画の成功に貢献した。ロケットの開発総責任者会議に参画するようになっていたケルディシュは、1954年、コロリョフから人工衛星構想を打ち明けられると、その構想に賛同し、科学アカデミーを人工衛星計画賛成でまとめ上げた。その年のうちに人工衛星計画、オブエクト D を立案すると、翌年には、 計画を監督する科学アカデミー内の委員会の委員長に就任、人工衛星計画の取りまとめに当たった。オブエクト D の製作は難航し、大幅に機能を縮小した、最も簡易なスプートニクが先に打ち上げられ、世界初の人工衛星となった。ケルディシュは当初、観測装置を持たず科学的な意義の薄いスプートニク1号に難色を示していたが、 スプートニク1号の衛星軌道投入が成功したのはケルディシュの指揮で数学研究所応用数学部が人工衛星の課題解決に取り組んだ成果でもあった。また、打ち上げが成功すると応用数学部で衛星の追跡、軌道予測を行い、電子計算機を用いた軌道決定法を開発した。このことは、後の惑星間探査機でも飛行計画や、 軌道の決定に生かされた。ケルディッシュは、かつ、惑星探査にも強い関心を持っており、スプートニク1号の成功を追い風にして、コロリョフと共に、ソビエト連邦共産党中央委員会からつき、探査計画の承認を取り付け、ルナ計画が始まった。ケルディッシュとコロリョフは、並行して火星、金星へ飛行するための弾道計算にも着手した。ケルディッシュと、その指揮する、 数学研究所応用数学部では、宇宙機の弾道設計や広報支援をはじめとして、惑星間空間の航行に必要なあらゆる領域での様々な問題に、電子計算機を用いた計算手法の開発も含めて取り組んだ。ケルディシュラが実行した弾道計算は、エレクトロンやプロトンといった人工衛星の運用などにも活かされた。 1959年には、ケルディシュは科学アカデミーにおける宇宙研究に関する全部局科学技術評議会の議長に指名され、ソ連の宇宙科学発展のようとして重責を担うことになった。この役目は、後に科学アカデミー総裁に就任して多忙を極めた時期も継続し、マルス計画やベネラ計画における探査機の開発と計画の実現を指揮した。このように、 ケルディッシュはソ連の宇宙計画において最も重要な指導者の一人であったが大陸間弾道ミサイルの配備と密接に関わりアメリカとの熾烈な宇宙開発競争の革新にあったケルディッシュの仕事は機密情報であり一般に向けては宇宙高校の主席理論家としか伝えられなかったロケットの開発総責任者会議でしばしばケルディッシュと同席したボリス・チェルトクによれば ケルディッシュは、半ば眠った状態で必要な情報を取り込んで、考える能力を持っており、会議が議論で長引くと、ケルディッシュは目を閉じて黙ってしまうので、皆が彼は眠り込んだと思っていると、やおら目を開けて、ポイントをついた反爆や質問をして、周囲を驚かせたという。ケルディッシュは、ロケット開発における特段の功績と、ボストーク1号による、 世界初の有人宇宙飛行成功への貢献によって、1961年に2度目の社会主義労働英雄を授与されている。ウラジレンミニンの実験を視察するケルディッシュ・ケルディッシュは、1960年にソ連科学アカデミーの副総裁となり、1961年5月19日には、科学アカデミー総裁に就任する。総裁となって間もなく、ケルディッシュは、 ソビエト連邦共産党中央委員会委員、ソビエト連邦最高会議代議員にも選ばれている。ケルディッシュが総裁となる前後は科学アカデミーの大規模な再編が行われた時期であった。ソ連共産党中央委員会幹部会の科学アカデミー批判、さらに共産党中央委員会と閣僚会議で科学アカデミーの活動の改善に関する布告がなされ、 科学アカデミーから技術研究を切り離し自然科学と社会科学の発展に集中するものとして再編されることになった。ケルディッシュ総裁就任直前の再編で科学アカデミーの参加にあった研究所都市部の約半数が国会委員会や官庁の下移管され研究所の減少に伴って予算規模も縮小していた。ケルディッシュは科学アカデミーを ソ連の卓抜した学術研究機関として立て直すことを自らに役割として課していたようである。ケルディショの視点は科学アカデミーが基礎科学の研究によって技術進歩の科学的基盤の確立に積極的に寄与するというところにあった。ケルディショは当初は再編によって大幅に縮小された科学アカデミー工学部を援助して、 国家の技術発展への科学アカデミーの影響力を高め、科学アカデミーの科学的権威を強化することを狙っていた。そのため、工学部が新しい技術の発展にとって重要な問題の研究に取り組むため、参加の研究所を強化し、新たな研究所の設立を主張した。また、新たに選出されたアカデミー会員の多くを工学部に加えた。しかし、 この試みは成功しなかった。1963年、共産党中央委員会と閣僚会議の布告で挙げられた科学アカデミーの主要課題に工学は含まれず、同年に改定された科学アカデミー規約で定められた部門にも工学部はなく、結局工学部は廃止された。それ以降、総裁としてのケルディシュは、倹約を胸とし、厳格な指導者として振る舞った。 ケルディッシュは財政的な限界や実践的な要請に依拠した規律を重視し、それなしで物事を進めることを良しとしなかった。科学アカデミーの再編を招いた理由の一つが、官僚主義的な組織の膨張で事務機構が効果的に管理できないくらい複雑化、肥大化したことであり、幹部会でその問題を知っていたケルディッシュは合理的な規模の範囲で継続的な運営をする中で、 科学アカデミーの基盤を強化することに主眼を置いた。ケルディッシュは、物理学者らが天体望遠鏡や粒子加速器などの大型研究施設に際限なく予算増額を要求することに対して辛辣である。一方、外部からの要請に基づく研究所の復帰や新増設にも慎重であった。常に財政難に悩まされていた科学アカデミーにとっては、潤沢な資金を持つ、 国会委員会や官庁参加の研究所を取り込むより、研究、指導力によって実質的な影響力を持つ方が合理的であった。アカデミーの競合相手となり得る国会委員会とも役割分担と連携を進め、研究資金の獲得に努めた。ケルディシュの姿勢はソ連の組織指導者としてはおおむね理にかなったものだったが、ペレストロイカの父、アンドレイ・サハロフは、 科学アカデミーが、当中央委員会、国会委員会、官庁の指導する巨大な官僚機構に行政面で依存している事実に大きく作用され、官僚機構の意思を尊重していた、と評している。結果的には、ケルディシュが総裁であった時期に、再編により縮小した科学アカデミーは、緩やかな成長を続けた。1971年までの7年間で、 科学アカデミーの資産は2倍になった。ケルディッシュは必要な設備投資については意欲的であり、同じ7年間で科学アカデミーの設備、機械の資産価値は3.5倍に上昇した。科学アカデミーの予算に占める設備投資の比率は、ケルディッシュの在職中に9%から22%に上昇し、組織の体質は変化した。1971年には、 ソ連科学の統率者として、科学の発展に多大な貢献をしたことにより、3度目の社会主義労働英雄を授与された。14年間科学アカデミーの総裁を務め、ご半生は指導者としての業績が目立つケルディシュだが、60歳の誕生祝の会見では、学術研究の現場を離れ、管理運営の仕事に専念してきたことへの後悔を口にしている。 ルイセンコロンソーソ連科学アカデミーに特徴的な問題の一つは科学立国を国是としていながら共産主義思想との親和性からともすれば科学発展の足を引っ張る政治からの介入に対し実地を守ることにあったそのような問題が表面化した典型的な例の一つがルイセンコロンソーであるケルディシュが科学アカデミー総裁を務めた時期に このトロフィム類ン庫による派遣の終焉に向けた動きがあった。遺伝学を否定する類ン庫が農業科学アカデミーを支配しだけでなく、科学アカデミーの遺伝学研究所を乗っ取ったことで、ソ連の生物学は著しく立ち遅れたが、脱スターリン化以降、生物学、遺伝学の正常化へ向けた動きが見え始め、1962年には科学アカデミー内に、 分子生物学を強化するための学術会議が設置された。しかし、最高指導者、フルシチョフの指示を得ていたルイセンコは実験を保っており、ルイセンコ派を批判し生物学の正常化を訴えた300人の手紙に署名していたケルギッシュも、ルイセンコ派の構成を封じることはできていなかった。1964年、科学アカデミー総会でルイセンコ派のニコライヌージンが、 正会員候補に指名されたことが発端で、ルイセンコ派と反ルイセンコ派の対立が表面化。その会員選において、サハロフラが、ヌージン反対の発言を行い、結局ヌージンは落選。ルイセンコは、反撃に出るも、間もなく、フルシチョフが失脚し、ルイセンコ派は力を失った。その後、ケルディシュは、遺伝学の立て直しを支援し、 科学アカデミーはルイセンコが所長を務めた遺伝学研究所を解体、ハンルイセンコの筆頭だった遺伝学者ニコライド・ビーニンを所長とする一般遺伝学研究所を設立した。他国との連携再編により縮小した後も、科学アカデミーが主に担っていた機能の一つが国外の科学組織との連絡であり、総裁はソ連科学会の代表としてソ連の影響下にある、 東側諸国に限らず多くの国を訪問した。総裁職に付随する特権の中で、ケルディッシュが特に喜んだのは、この点で公務で外遊し、国外の優れた科学者と会えることだったという。エジンバラ王立協会の数学者、イアンスネドンは、1965年に、ケルディッシュがエジンバラ王立協会を訪れた際、晩餐会の席で上機嫌で挨拶する様子を、 書き残している。ケルディッシュは、東側諸国の科学アカデミーの連携強化だけでなく、アメリカやフランスとの協力関係の構築にも力を入れた。アメリカとは、アポロ11号の成功に対する祝電を機に、ケルディッシュとアメリカ航空宇宙局長官トーマス・オーペインの間で所管のやり取りが始まった。1970年には、レニングラードで開催された。 国際宇宙空間研究委員会に参加した NASA 副長官、ジョージロー、直後にソ連を訪問した米国科学アカデミー総裁、フィリップ・ハンドラーが相次いでケルディシュと会談、宇宙開発でソ連とアメリカが協力する意義を確認し、具体的な共同へ向けた対話を継続することになった。年には長官代行となったローがモスクワへ招かれ、ケルディシュとの間で、 具体的な項目を挙げて協力への合意が成立した。これによってアポロソユーズテスト計画へ向けた米ソ両国の具体的な活動が始まった。1972年にはハンドラーの招きによってソ連科学アカデミー総裁として初めて訪米宇宙科学と関連の深い大学や研究所を見学している。なお、1973年には ケルディシュも署名したソ連科学アカデミー会員のサハロフ批判の所管が公となり、米国科学アカデミーからケルディシュへサハロフ批判を止めるよう警告の電報が送られた。これに対しケルディシュは、日はサハロフにあり米国科学アカデミーの主張は事実無根だとしながらも、サハロフはいかなる差別にもさらされたことはないし、今もさらされていない。サハロフが、 科学者として活動する機会は保障されていると宣言し、両国の協力関係が途絶えることにはならなかった。ゲッキ務と政治との圧力による振動により疲弊し、またチェーンスモーカーでもあったケルディッシュは、晩年は心臓病や慢性血管不全に悩まされた。1973年には心臓血管外科手術の先駆者であるマイケル・ドゥベーキーがモスクワに招かれ、 6時間半に及ぶ手術が行われている。しかし、1975年5月19日、病気による体調の悪化を理由に、ケルディシュは科学アカデミー総裁を辞任した。ケルディシュの辞任は、科学アカデミー250周年記念式典を目前にしたものであった。しかし、本来なら、辞任前の1974年に行われるはずだった記念式典は延期となっている。 公式にはその理由は、同時期に、ソビエト連邦最高会議の選挙があったからだと、されているが、あらかじめわかっている選挙が理由というのは、不に落ちず、別の理由も取り沙汰されている。ヘルシンキ合意を前に、西側の科学者を招くことを嫌った政治の、圧力という説もあれば、ケルディッシュの病気が原因だとする説もある。総裁の座から降りた後も、科学アカデミー幹部として、 活動は続けており、応用数学研究所、熱家庭研究所では、修正所長を務め、霊人賞、ソビエト連邦国家省委員会の委員長も、死の年まで務めた。1978年6月24日、ケルディシュは67歳で亡くなった。遺体は、別荘の車庫にある自家用車の運転席で発見された。死後は国葬に付され、遺体は、クレムジンの壁に埋葬された。 ケルディッシュは、社会主義労働英雄3度、スターリン賞2度、レーニン賞の他にも、数多くの賞に輝いている。レーニン勲章は7度、労働赤旗勲章は3度、他にもソ連及び、東側諸国において多数勲章を授与されている。さらに、国際宇宙高校アカデミーからは、ダニエルフローレンス・グケンハイム国際宇宙高校賞、フランスでは、 レジオンドヌール勲章コマンドゥルを授与されている。また、ソ連科学アカデミーからは1976年に数学、力学、宇宙科学における結出した業績により、ロモノソフ金メダルを贈られている。ケルディッシュは数多くの国で科学アカデミーの正会員や名誉会員に選出されている。東ドイツ、モンゴル、ポーランド、チェコスロバキア、ルーマニア、 ブルガリア、ハンガリーといった東側諸国だけでなく、アメリカ芸術科学アカデミー外国人名誉会員、エジンバラ王立協会名誉会員、フィンランドアカデミー名誉会員、国際宇宙高校アカデミー名誉会員にもなっている。また、デリー大学、エトベシュロランド大学、ラゴス大学、プラハカレル大学、インド統計大学などで名誉博士となっている。月面には、 ケルディッシュの名前に由来するクレーターケルディッシュがある。また、1973年に発見された、小惑星 1973SQ4 も、ケルディッシュを記念して、ケルディッシュと命名されている。さらに、計算円鉱物の一種には、ケルディッシュにちなんで名付けられた、ケルディシャイトという鉱物がある。ケルディッシュ金メダルケルディッシュが創設し、修正所長を務めた。 科学アカデミー応用数学研究所は、ケルディシュの死後、その名を冠して、ケルディシュ応用数学研究所となった。同様に、ケルディシュが1946年から32年間、引いた、第一研究所改め熱家庭研究所は、1995年に、ケルディシュ研究センターと名を改めた。ソ連科学アカデミーは、ケルディシュの業績を検証し、応用数学、 力学分野における優れた業績に対し、ケルディッシュ金メダルを送っている。1980年に建造された科学アカデミー、海洋研究所の海洋調査船は、ケルディッシュにちなんで、アカデミック、ムスチスラフ・ケルディッシュと命名された。また、2010年に就航した、アエロフロートロシア航空のエアバス A321 が、ケルディッシュを称えて、M ・ケルディッシュと名付けられている。 モスクワでは、宇宙征服者のオベリスクの南に接する宇宙、飛行士通りに、ユーリー・チェルノフ作のケルディシュの石像が設置されている。ケルディシュ応用数学研究所前には、ビャチェスラ・フクリコフ作の記念碑があり、研究所内には、ケルディシュを記念した展示室が設けられている。また、ケルディシュ生誕の地であるラトビアのリガにも、ケルディシュの記念碑が設置されている。 宇宙飛行士通りにあるケルディッシュの石像、ケルディッシュ応用数学研究所前の記念碑、リガにあるケルディッシュの記念碑。ケルディッシュは、ソ連、ロシアで3度、切手の図案となっている。一度目は、海洋調査船アカデミック、ムスチスラフ・ケルディッシュの建造を記念した1980年に、発行された。主役は調査船の方だが、ケルディッシュの肖像と、名前、 生没年が合わせて描かれている。二度目は、ケルディシュ生誕70周年の1981年に発行され、ポスター様式の肖像画が図案化されている。三度目は、ケルディシュ生誕100周年となる2011年に発行され、数学と宇宙開発におけるケルディシュの業績を示す図案となっている。1九8 0年発行、海洋調査船アカデミック。 ムスチスラフ・ケルディシュとケルディシュの肖像の切手、1981年発行、ケルディシュ生誕70周年記念切手、2011年発行、ケルディシュ生誕100周年記念切手、ありがとうございます。